式会社ジェラは、燃やしても CO2 の出ないアンモニアを燃料にして火力発電の CO2。Thank you.
よいしょ、よいしょ、よいしょ、お疲れ様です。大丈夫です。はい、頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ビクトリー。やった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 。はい、おいしい。ジャンガさん、ボール返ってきました。これボールです。あ、本当ですか。おめでとうございます。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。ご自身の一振りで試合決めましたけど、はい、今のお気持ちはどうですか。まあ、結果的にホームランになりましたけど、本当にこの試合に勝てたことにホッとしてますし、もうずっとこう試合に勝ちたい、勝つためにはどうするかってことを考えながらやってきたので、本当にこの一戦勝ててよかったなと思います。あのホームラン打った後もこう結構表情も変えずにガッツポーズはあったと思うんですけど、すぐこう守備の準備をしている姿が印象的だったんですけど、気持ち的にはそんなに浮かれる余裕もなくというか。そうですね、本当試合終盤まで何が起こるか分からないですし、本当に最後の勝ち切るまで何が起こるか分からないって思いながらずっとやってたので、本当に最後8回9回ちょっとランナーも出ちゃいましたけど、なんとかピッチャー達也さんとライデルが締めてくれて本当に良かったなと思います。こうやってチャンスが巡ってきている毎日っていうのはどう捉えてますか、ご自身では。本当にチャンスだと思いますし、まあ、出させていただいていることに感謝しながら、でも自分がやるべきことは変わらないと思うので、毎日毎日必死に少しでも上手くなりながら、レベルアップしてやっていけたらいいなと思います。あのホームランボール記念球、ちょっとグラウンドで渡しちゃいましたけど、どうしましょう。こういう記念球はプロ入ってありますよね。初ヒットとかですかね。どうしてるんですか、それは。親に渡したいなと思います。初ホームランも。そうですね、もっともっとどんどん増やしていきたいですね、はい、記念球は。そうですね。もうでもあれですね、もう明日に向かってる感じはありますね。そうですね、気持ち的にはもう明日はまた勝って勝ち越し決めて、また来週からビジット入ると思うので、なんとしてもまた明日勝って勝ち越して来週行けるように頑張りたいなと思います。今年はちょっとこう悔しいというか焦るような入りだったりしたところもあったと思うんですけど、はい、どういうふうにキャンプそして開幕を迎えてましたか。正直前半戦も落ち込むことばかりじゃないですけど、こうもうどうしようどうしようと思って、本当どん底にいたような感覚だったんですけど、まあ、リハビリの時にたくさん声かけてもらいましたし、やっぱ一軍の試合も見ながらずっと悔しい思いもありましたし、やっぱ絶対あそこの舞台で活躍するんだっていうふうに思って、そういった期間を過ごしてきたので、まあ、その時に本当にいろんな方に声かけてもらったので、それが今につながっているのかなと思います。またあの今年は大卒の同級生も入ってくる年ですけど、はい、そのあたりはどうですか。こう仲間が増えて嬉しいか、刺激になっているか。そうですね、まあ、村松も一緒にちょっとリハビリやりながら先に一番上がりましたし、まあ根尾もずっと頑張ってますし、松山もこう試合官になって一番で活躍してますし、本当に絶対同級生には負けないぞというじゃないですけど、やっぱ同級生がやってる分自分も追いつかないといけないですし、こうやっぱ一緒に勝利に向かって少しでもこう切磋琢磨しないといけないと思っているので、いい刺激になっているのかなと思います。ふるさとの PR 大使、はい、今年から。今年からですね、はい。何してるんですか。まあ、取材とかされた時とかに、まあ、少しでもこう四日同士を広めていただければという形で PR 大使となってます。ちょっとあの YouTube 見てる方に良さだけ最後教えてもらってもいいですか。はい、たくさんすごく自然があるとこですし、本当に子供たちが人口も増えてますし、本当に過ごしやすい街となってます。ぜひ四日同士に来て、僕の地元を感じていただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあこれからも PR 大使としてお仕事は、はい、
少しでもこう僕が活躍することで広まっていくのかなと思うので、少しでもこう広がるように、僕自身頑張りたいなと思います。本当に、毎日、たくさん球場に足を運んでいただきありがとうございます。少しでも、活躍した姿を皆さんに見せれるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと最後にドラゴンズの YouTube あんまり見てないですか？見てますか？あ、見てます。あの儀式を知ってますか？知らないです。あのヒーローの選手にちょっと一声かけてもらって、ファンの人と一緒に勝利を分かち合おうという企画をやっていて、はい、じゃあお願いします。はい、今日は、たくさんのご声援ありがとうございました。明日からも、豪気なご声援よろしくお願いいたします。それではいきます。ドラフォー。公式マッチョのジュニア会員の井口大成さんに今